産業人のわしの前でよくもそんなことが言えたもんだ。大学を出たのは誰のおかげだと思ってるんだ。お父さん、そのおかげだね。お前が甘い口を聞くから、こやつ仁吉や、よく考えておくれよ。いきなりやと違うんだい。ご本人なんだい。ご先祖から伝わった伝授伝馬とは一体誰がお守りするんだ。姉ちゃん、約束が違っとる。卒業したらきっとうちのことをやりますと言ったのは誰だ。それを忘れやがって今になってまた東京さ出ていくとはとんでもないことだ。お父っつぁん、俺は目の黒いうちは勝手な真似はさせんから。そりゃあの大学校まで行って今さら旗小屋の主になるのは嫌だろうが、近頃じゃ東京へ出たってすぐ商売なんかありゃせんていじゃないかな。仕事ぐらいいくらだってありますよ。東京は広いんですからね。いけねえと言えば何て言ったっていけねえんだ、バカ者め。何というろくでなし野郎だ。もう無一人で乱暴。物たちが渡る遠州森の石松の森の石も、皆さんお疲れ様。お疲れ様。癖の悪い野郎だ。こう調子やっちゃっちゃ今夜来てくれる女の子に申し訳ねえや。へえ、まるが会ってくるんだね。おお、寒い寒い。ああ、来たね。あら、火がないじゃないの。ねえ、急いで持ってきておくれよ。はい。うんと持ってきておくれよ。消えちゃって子供ができなくなると入ってからレコに叱られますからね。あら、嫌だ。お前さんなんかもっと冷やすといいんだよ。小室でののぼせ方はどう。まだ暑いんでしょ。まあいやらしい。あの人に断ってからにしてちょうだいよ。あら、まあ、おっしゃいましたかね。ここでは本当に話してくださったの。うん、ねえ、それでどうだった。ねえ、旦那さんはどうおっしゃいまして。来おいでよ。おい、姉さん、姉さん、風呂だぞ、おや、風呂だ。はい、
ご案内いたします。どうぞこちら、どうぞ。行こう。ねえ、どうでしたの？ダメだよ。ダメ？うん。私みたいな女中と一緒にできないっておっしゃるんですか？そんなこと言えるか。じゃあどんなお話をしてやったの？駆け落ちみたいなものはしたくないんだよ。それじゃあ向こう行ってすぐお金のことなんかで困っちゃうからね。それだけ公然と東京行ってお前を連れていくことはなしにしていこうと思ったんだ。そして事実を見て話そうと思ったんで、それをやらせないんで親父の後をやるってさ。ねえ、どうしたらいいんでしょう。まあ、もう少しの間、親父はおふくろの気持ちも解けるまで待つんだね。それよりせやはない。それはできませんわ。なぜ？なぜって。あたし、もう一月も経てば、みんなに分かってしまうんですもの。え、そんなに？ええ。でも、ご主人やおかみさんに何もかもお話ししてしまったら、何ができる。喜んでくださるかもしれませんわね。喜ぶくらいだったら僕はあまり苦しみはしないよ。ケンさん、あんたが悪いんだわ。あんたが悪いんだわ。あんたが悪いんだわ。あんたが悪いんだ。ねえ、仕方がないじゃないか。ねえ、私、あんたと別れるくらいなら死んでしまうわ。お願いです、私を東京に連れてって。ね、それはダメだって言ってるじゃないか。すぐ金に困ることは分かってるんだ。親父の金は持ち出せないし、僕が持ってるわずかばかりの金じゃ。でも、あんたが働いてくださったらいいでしょ。そんなにすぐないよ。じゃそんな体ないじゃない。あれもダメ、これもダメって。あんたは私と一緒になる気がないんでしょ。バカ、何言ってんだバカ。そうだわ、そうだわ、そう、それに違い、それに違いない。おふみちゃん、おふみちゃん、お呼びでございますか。お前この人知ってるんだよ、よく見てるな。どうだい、お前俺が分かるかい。俺は村上の叔父だよ。おい、浅草の村上だよ。お前覚えてるだろ。いや、さっきね、お前の姿今旦那に聞いてみたんだが、やっぱりお前だったんだな。実はね、旦那、こいつのおふくろっていうのは、あっしのじいの妹でしてね、一緒に旅回りをしてたんですがね、清本に踊りがうまくて、友人だったよ、出だしたらね。ただ、ちょっと男にこれっぽいのが傷でね、旅先で変な男と一緒になって、こんなのができたっていうわけなんですよ。おじさん、余計なこと言わなくてもいいわ。
旦那様は何もご存じないのに。いいえね、他人じゃない、おじさんだよ。あら、おじみ、今も旦那にお願いしたんだがな、おめえも一人ぼっちでこのご姓だろうかが、俺の一台入れて連れて行こうと思うんだが、お布団に寝て、おめえも芸達者になると、俺は睨んでいるんだ。俺の目に狂いはない。どうだ、不服はねえだろ。いいえ、私はここにおりますわ。ごめんくださいませ。おい、待てよ、ちょっと話があるんだってば。おい、おふみ、やっぱり年寄りは若いものにモテんな。だが、俺は怖いはずだから。すぐ同居連れてって。今晩泊まった芸人の親方、私のおじさんだった。死んだお母さんはそう言ってたわ。あの人は私なんか売り飛ばしかねないような人間だって。おじさんったら私を連れてくって言うのよ。もうダメだわ。ねえ、ネッパー、連れてってくださらないんだったら私死んでしまうわ。バカなこと言うな。興奮してるんだね。少し横になった方がいいよ。私これから二人きりでやっていくんだと思ったら急に泣けちゃったの。僕も東京出たらすぐ仕事を探して働くよ。しっかりやってちょうだいね。うん、いいと思う。大丈夫だよ。お帰り。じゃあ。うん。一人だから一日中片付かなくて困ってるじゃないのさ。あの人たちいつまで置いとくつもり？困っちゃうわ、本当に。あんなインチキの部屋に二組の夫婦もがいられるかどうか、あんた考えてごらんなさいよ。だってお前、仕事が見つかったらすぐ引っ越すって言ってるじゃないか。元気さんはまだ行ってないと仕事も探さないでさ、かわいそうにお兄さんばっかりどっちつかって。ねえ、あんた今日は言いなさいよ、はっきり。勉強してるから行けないのよ。うん、奥さん、不眠状のこと言わないで、もう少し置いといてごらんなさいよ。まあ、ゆうしさん聞いてたんですか。いやいや、でも本当に困ってるのよ。物価は上がる一方だし、この人ったら6年も勤めて、しても月給上がんないんですもん。もっともあんた方のようなしがねえ暮らしをしてるサラリーマンが、呼吸中なんかに転がり込まれて迷惑だろうからね。マジで。誰でも仕事がねえときは困るもんだからね。本当にそうですよね。もう少し買っといてごめんなさいよ。犬じゃありませんよ。犬は税金取られるってね。商売商売。じゃあ。パパちゃん、言いなさいよ、ケンキさんにはっきり。
わかったわね。ね。君。よう、お帰り。疲れたろ。安心だね。いつも時間通りに帰ってくるんだね。タバコ持ってる？ありがとう。君は帰りにバーなんかやったことないのか？ないよ。偉いな。僕にはとてもそんな真似はできないよ。だから会社の覚えもめでたいんだね。もうじき勝ち寄ってるとこだな。羨ましいね。それからすぐに支店長、重役。おい、おもれよ。いや、それほどでもないよ。君。お、これ食べない？ねえ君、ちょっと話があんだけど。え？何か用？君、この部屋、割合に住み心地がいいだろ？ああ、いいね。よかったらいつまでもいたまえ。僕の方はちっとも構わないんだよ。すまない。だけど、もう引き上げなくちゃ、随分迷惑かけたからな。うん。そんな遠慮しなくたっていいんだよ。ゆっくり出してたまえよ。ありがとう。奥さん、奥さんはこの男どうして知ってるんですか？働き口を探してました。この方にお会いしていろいろご親切にお世話願っているんですよ。そうですか。こいつはなかなか親切で世話好きですからね。あ、ちょっとすいません。おい、ちょっと顔貸せよ。いや、バルブンで見えてやりつこうって言うんじゃないか。やむぶんじゃねえよ。いいから黙ってこいよ。無理なんだよ。来たら踊るじゃねえか。やむのに行くんだよ。あの助は俺の知り合いだ。変な親切やめて手引いてくれ。じゃあ、何言うなよ。絶対ってごめんのお面立てられるようにいいじゃないか。あの連絡して名前言うなよ。どうしても来なかったのか。何だ、めちゃ返せ。あ、どうもありがとう。あのやつに引っかかったりしてどうしたんですよ。しっかりしてくださいよ。え、そうか、俺も信用してもらえないんですか。アパートじゃ評判悪すぎるからな。出来など食い物にしてるなんて言ってるんでしょ。そうでしょ。それに違えねえや。しかし奥さん、あんたの旦那どうして働かないんだよ。あんたの周り駆けずり回らして。でも随分あの人も探したんですけど。あんたもうじきガキ産むんだってね。あ、しっけ。お子さん産むんでしょ。だから先立つものはこれ。それはわかりますよ。だが働くんなら、堅いいい店で働くんだな。その方がいいぜ。お願いできまして。うん。なんなら相談に乗ってもいいけど。どうした？お客さんですよ。あ、そう。ありがとう。どなた様でいらっしゃいましょうか。あの、手紙をいただいた賢吉の親父。まあ、そうでございますか。さあ、どうぞ。どうも。本当にお待ちしてたんでございますよ。こ
その手は、ご迷惑をかけましてな。申し訳がござんせん。いや、大丈夫です。こんにちは。あ、いらっしゃいます。お本人？まだ帰ってらっしゃいませんけど。なんですか。あ、私が全部お知らせしたってこと、健一さんにおっしゃらないでいただきたいのでございます。ええ、それはもう大丈夫です。どうぞ。給料は2、3日来てもらってから決めてやるよ。無理を言って本当にすいません。君みたいなぐーたらな、お手にならない人間の世話じゃ、そんなら断るんだけど、おとなしそうで、だから面倒見てやるんだ。すいません、勝手なことばかり言って。じゃあお願いします。明日からでも行く人はい。はあ、ありがとうございました。働く口が見つかったと聞いた。あの人どんなに喜ぶかもしれませんわ。本当にありがとうございました。高井さんだよ。僕も随分しょうがなくて困ったもんだ。昔は浅草の活動館の学士をやってたんだけど、風紀の出てやがって途端にクビになってね。あんだから面白かったな。女はじゃんじゃんできるし、月給は150円ももらってたんだから、ちょっとした会社のこっちを給さ。よかったな。いろいろすみませんでした。お仕事のお邪魔をしてきまして。なに、あぶれたってお前は一晩ぐらい。ただいま、遅くなりました。おかえりなさい。これつまらないものですけど。今日は嬉しいことがありまして、前祝いですの。どうも。あなた、喜んでちょうだい。ようやく働き口が見つかりましたのよ。もう何も心配いらないわ。あら、お風呂でもいらしたのかしら。俺にはそんな残酷なこととても言えないよ。何言ってるのよ。あれほど言い聞かせてたのに。言いなさいよ。あの人どっかへ出かけたんでしょうか。パパちゃん、パパちゃん、あんた何か健吉さんに言葉かってるんでしょ。あら、置き手紙なんかして。健吉君は国に耐えられました。まあご冗談でしょ。本当ですよ。そんなことありませんわ。おからかいになっちゃ嫌ですわ。きつい来たな。なんだよ、ヒ。手に一つなんか抜けあって。さあ、来るんだ。ちょっと待ってください。支度しますから。だから投資をしねえと。泣けちなことしませんよ。いい加減に厄介かけるのやめたらどうだ。ねえ、おふみさん。その方が結局あんたのためですよ。ケンキちゃんったらあれしないわ。大人が訪ねてきたらまるでむしゃぶりつくようにして一緒に帰っちゃうんですもの。私本当に腹が立って一言なら悔しかったわ。ねえ、おふみさん、あんな繊維のない浮気者なんか諦めてしまった方がいいと思うわ。ね、ねえ、すいません。私は別に誰に頼まれたってわけじゃないんだけど、その方があんたのためだと思うんだけど。ねえ、そうじゃないかしら。まあ、旦那、ちょっと頼みます。世話やかせんのよ。ね、
薄情な人がいるもんですね。親も親なら子も子ですよ。なんて情け知らずの真似をしやがるんだ。30や50の端からで可愛い女を追い出すなんて、月下はまともな人間にできない仕事だ。本当にね、私たちができない人情ですよ。奥さん、そんなに心配しなさんな。俺に任せてくれよ。きっとケリアつけてあげるから。なんだな、みっともね、めずめず泣いたりして。俺に任せたら大船に乗った気でいねえよ。よし、早く消えるか。奥さん、お前さんにはしばらく会えないかもしれないけど、辛抱してあの店に勤めていなよ。帰ってきたらきっとケリアつけてあげるから。変な短気起こしちゃダメだよ。え、普通の体と違うんだから気持ちをしっかり持っていいね。早く切れよ。え、分かってますよ。それじゃいいね、奥さん。本当に大きな真似をしちゃダメだよ。気を強く持っているんだよ。え、あ、おかみさん、税金はかからねえんだ。俺は受付のしっかり預かっててくれ。うん、間違いねえよな。それくんないか。ご無沙汰してます。それからコーヒーくれ。ねえ君、ふみちゃんがいたらちょっと呼んでくださいな。やっさん、僕のうちはね、カフェやバーじゃないんだで。事務所長が言って事故なんだ。君みたいな人間は出入りしゃべってないんだね。どうしたんです、旦那ガラボーに。それは私がご無沙汰しすぎたのも悪いが、だからって何がそんな剣の身を。うるさいね。僕はそんなこと言ってんじゃないんだよ。あのフミっていう子は君の言う通り田舎への本当にうぶないい子だね。実際私なんか商売だなんて考えて産婆をやってやしませんけどね。なんですよ、預け先の里親だってなんて言ったって当節は金儲け一方ですからね。真から子供が欲しいわけじゃなし、十分渡しといた方が坊やのためですよ。私なんか人間一人の命を踏ませるのに神様のおぼし召しだと思ってやってるんですからね。それだけを天職だと思って喜んでるんですよ。これ、この子のお父さんが置いてったんです。50円あるんですけど。そうですか。それでお願いしますわ。ねえ、何も別れるのが悲しいじゃありません。サボーや、ちゃんとお上がり。もうお母さんのうちじゃ飲めないんだよ。ますよ。ええ、今度お目合わせしますからね。本当によくばりババタラですね。
よく遊んだって。うるさい子だね。さあさあ、いつまでそうやってても気になりませんよ。時々訪ねておいでよ。何に育てておきますからね。お願いしますわ。私一生懸命しっかり働いて、お金ができたらすぐ迎えに行きます。坊や、坊や、おばさん、それからすみませんけど、この子の名前健太郎ってつけてくださいね。ええ、健っていう字はごんべんに兼ねるっていう字なんですの。ようござんすか。さあ赤ちゃん、お母ちゃんにさようならをするんですよ。はいちゃい、はいちゃい。坊や、それから助裁もないでしょうがね、この子をしぼしにしたくなかったら仕送りはきっとお願いしますよ。ようござんすね。さあ坊やおいで。これから先どうするつもりなんですか。
ねえ、大きくなったのよ。男の子で。とっても可愛いの。おいおいおい。客だよ。客だよ。何よ。やきもち焼きねえ。おみちゃんのご亭主。あら。いっぱい検事よ。間違えちゃいけませんよ。どうしよう。女の人が私の亭主じゃないわよ。あんたが私のご亭主よ。どうだか、すまんね。どうぞ。私お腹がペコペコだわ。何か食べさせてよ。旦那、私カスライス。僕でもです。さあ、僕でもいいな。私も。私ジンガー飲みたいわ。いいですよ。いいですよ。どうぞ、どうぞ。おいさん、おいさん、おいさん、おいさん。おい、ちょっと待て。何よ。俺はもうここは飽きた。あら、もう何なの。どっか面白いとこ行って飲み直そう。ママ、今一緒に来たわ。いいよね、行こう。行こう。おい、マスター、細かいもんだから腹が残ってる。いいわよ。でも私は下せないね。空手の男はすぐ女に手をつけるのにさ。女房にしようともしないでついてる気持ちが分かんないね。それはあなたちょっと僕みたいに大学というところを出ていないと分かりませんよ。冗談じゃないよ。ねえ、一体どういうつもりなのさ。お前は一人で置いてるのが心配だからよ。嫌にご親切ね。
お前さん親切そうにして私に手をつけないからって、私が惚れてでもいると思ったら当てが違うよ。ちょっと変な口ですね。誰が手間に惚れるかって。なぜ手をかけてやろうって言うんだ。少しは恩に来てみろよ。いやだよ、もう男なんかコリコリだ。お前さん何か訳があって私に親切にしてんだろ。二度と男には惚れないからね。まあ諦めた方がいいでしょうよ。うぬぼれんね。お子でも殺しちゃったんで、どうにも手が出ねえや。だからさ、私がもう一度女給になろうと言ってんのに。バカ野郎、てめえを女給にするぐらいなら何もこんな苦労しやしねえや。おかしいと思うんだろ。それが畜生の浅ましさだよ。うまいうまい、本当に久しぶりだ。うまい、もっとあげてよ。えい大将、えい、どうせちゃんあげてやってきんな。えい、あれだあれだ、ありがとうにゃす。おじさん、え死んだおふくろがそう言ってたわよ。あんたって人は私なんかどっか売り飛ばすような人だったでしょ。バカなこと言うなよ、計算が悪いんじゃないか。旦那、あたし売ってちょうだいなってね。まるで漫才だな。よしよし、よしよし、無事にしますか。はい、ちょっと、はい。よし、うん、はい、おめえ、工場が少し行けるんだっけな。何言ってやんぜ。失礼なこと言うなよ。どうだ、二人で漫才をやったら腰元工業から弟子一組引っこ抜こうと思ってるんだ。先出すものがねえんだろ、黙りね。どうだ、やるか。それは話によったらやってやってもいいぜ。おめえどうだ。その辺が私たちのオチかもしれないね。おまけに相手がよくさんとくりゃ、上わつらい向きだよ。おかしなとこで持ち上げんね。おじさん、この男とは変に馬なうところがあるんだよ。いや、そうか。うん。また。さあ、一杯行こう。おめえたちなら、安く買い殺しにできるからな。じゃあ、おい、一杯。じゃあ、知りませんね。お、知りませんか。あ、この天山ですよ。おや、どうして。袋天押して書きなかなか筋がいいや、よっさん。すっかり本物だよ。なっちゃいけないよ。あんたは大体人間が落ちて漫才みたいにできているから得ね。なんちゃね、そういうお前は箱入りで細かいお嬢さんってことだぜ。それでもね、少しひねてるけど立派なお嬢さんさ。そうかと思うね。おかえり、おかえり、おかえりなさい。おかえり、もらってきたね。何よ。坊やだよ。坊や、あら、坊や、やったね。すごい坊やだ。嬉しいわ。いくつ。そんなに大きくなってるのか。随分成長だったな。植木みたいに言わないでちょうだいよね。こりゃかわいい、上出来だよ。なかなかよくできてるね。やだよ、みんな足なぼみたいにして。坊やだよ。お手でつないでなんて。坊や、これからは母ちゃんのそばにいられるんだよ。嬉しいだろ。さ、キシャポッポ飲むの。坊や、キシャポッポ知ってるかい。ここにいるおじさんたちと一緒だよ。みんなろくでなしのあぶれもんだけど。おい、ひどいこと言うなや。坊やをうまく遊ばしてくれるよ。そう、
もう時間がねえよ。もう2階の列車を行くわけにな。行くわけにな。荷物の方がいいな。もうご覧も大したご覧だ。綺麗にやるもんだよ。こんな約束なら来るんじゃなかった。芸人と捕まえて牛だと思ってやん。おいおい、こんなところで中休みされちゃ困るじゃねえか。言うことまでに声が入らなかったら商売にならねえ。やってくれ、元気出して。拙者だね、親方。舞台の方はこなせるが、車力の後押しなんぞ、あっしは自信がないんですからね。何しろ、今朝から餌にありついてねえんだから、点々動きやしねえ。贅沢言うなよ。あんな不意理じゃ生きて出てこられたのが不思議なくらいだ。死の前まで行きゃ、あったけえ飯や、色っぽいところが待ってやってやるんだ。元気出してやってくれ。こうの坊や、うまいだろ、キャラメルだよ。生まれてからこんなもん食ったの初めてだろ。ふざけちゃいけないよ。あたしは一月だって里口を欠かしたことありゃしないよ。冗談だよ。ほら。大した一大減ったもんだよ、まったく。お天道様をコンコン照ってるのに、おまんまが食えねえた。夢にも思っちゃいなかったよ。そうだ、まったくだ。俺はもうこんな一年に付き合っていられねえ。町行ったらすぐドロンだよ。とんけなことを言うもんじゃないよ。あの萩原に食えたらまた揉めるじゃないか。これだけの顔ぶれが抜けたら村上の野郎さぞ慌てる食ったろうで。わしわし行こうか。ああ、またせっか。あまり寒い中を引っ張りましたから、風邪でも引いたんじゃないかしら。え？どれ？ね。ああ、少しあるな。
はどう思ってもおめえはあの元気って男と一緒になる方がいいと思うんだ。どうだよ、もう一度考え直してみちゃう。いくらお前さんがそう言ったって私はそんな気はみじんもないんだから、しょうがないんじゃないの。わかんねえ女だな。おめえのためじゃねえ、坊やのためだと言ってるんだよ。そりゃ意地もあるだろうし恨みもしてんだろう。しかし世の中は何つったって金だ、金だよ。やだよ、今になってバカバカしい。そんな荒っぽく出ねえで。くどいよ、お前さん長い間私と一緒に歩いてりゃ私の気持ちぐらい大概わかってるはずじゃないの。もうあんな野郎のことなんか喋らないでもらいたいね。それじゃねえか、どこうろついていたんだ。怪物は詰めかけるし幕は上がらないし始末に追いやしねえ。すまない、すまない。何しろ、キャッチンの車もつかねえような始末で人来たとちっちまったもんですからね。すまない、すまない。早くやっておくれ。おう、どうだよ、まだいけねえか。うん、だいぶ暑いんだよ。おう、よし、おう、怪物詰めかけてるんだ。もう急いで出てくれ。はい、よし。おじさん、坊やが病気なんだよ。病気？ひどいのかい？少し暑いな。いいよ、俺が見ててやるから。何しろ急いで出てくれ。もう客が湧いてるんだから。大丈夫かしら、お医者に行けなくて。ああ大丈夫だよ、今治療会にやるから。おい、後ろに早くかけろ、おやじの連中、早く早く。
お前にまでこんな苦労をおかけ、堪忍しておくれ。あなた、やっぱり私は死ねませんわ。私が死んでは、お腹の坊やがやむからやむ。坊や、いくつきになる？そんなって四つきやで。お芝居よ。あ、離した。おふみ。お願いです。私を東京へ連れて行ってください。ね、お願いです。お願いです。東京へ。ね。よし。ちょっと待って。村上さん、ご無沙汰しました。どういうのが分からんだ。そう、こっちへ分かんなさい。今度は泊まってくれないんですか。なんとも言ってこられないので、どなたのかわからない。泊まるなのって騒ぎじゃないんですよ。ご難続きで全く手も足も出ねえ。今日も六日くらいに手たらくで、今夜もこの楽屋へボロ寝っていう始末でさ。驚いたんです。そうですね、若旦那。
すいません。ずいぶんお組もプロ。すいません、僕は悪かったんです。卑怯でした。今あまり変わったお組を見て僕悪いと気がついたら、お組を何とかしてやってくださいよ。子供を抱えて、こんなろくでもねえ暮らしをしていちゃ、死亡死になりますわ。やります。僕でできるだけのことはきっとやります。その言葉を聞きゃ、お組も喜ぶでしょう。本当にあっしは、ちょっとひどすぎやしないかと思っていたんですぜ。今度来て、よくお前さんの腹を聞いてみたいと思ってたんです。すいませんでした。ねえ村上さん、今夜皆さんで家へ来て泊まってくださいな。いや、他の心配なんかありませんから遠慮なくさせてください。そうですか。それはありがとうございます。そうしていただければみんな大助かりですよ。ではいけない。あと少し高くなった。いや、悪いんですか。え、それ大変だ。そうですか。大だったり、高かったりですみませんね。入っていきましょう。みんな、はい、はい、いってらっしゃい。どうしたのかしら。今宿屋の若旦那って人はお医者に見せるって連れてったわ。宿屋の若旦那。ええ、そうよ。何を言うの？いいわよ、帰ってよ。おふみ、坊や、大変悪いんだよ。ねえ、おふみ、まあ、落ち着いて座ってくれ、話があるんだ。いいえ、何でも聞きたくないわ。わからねえこと言うもんじゃねえ。お医者様は動かしちゃいけねえと言ってるんだよ。それにも若旦那ご親切にも、みんなを止めてくださろうって言うんだよ。ねえ、おふみ、僕の場合、おくのはいけないって言うなら、おふみが死んでかせるといい。ね、そうしましょう。だからこと言うもんじゃねえ。まあ、こんな熱があるのに、大手なんか連れ出したら大変だ。おや、いい子、もう上がって、ごめん。どこ？おい、どこの部屋？おい、すぐ奥へ通りしてくれ。はい。ぐずぐずしないで。手でこれを決まってくれ。旦那もおかみさんもみんなお達者。あ、隠居して松本の方にいるんで。ねえ、おふみ。それで今、あんたがご主人ってわけね。
おふみ、僕を許してくれよ、ね。ずいぶん苦労したろうね。みんな僕はいけなかったんだ。ね、許すと言ってくれよ。ただ許すって言えばいいの？そんなことぐらいあげるわよ。そんな皮肉なこと。皮肉じゃありませんよ。あんたがそう言えって言うから言ってるだけよ。僕はどうすればいいんだ。ね、言っとくれ。今さら何をしてやろうっておっしゃるんでしょうね。僕でできることなら何でもやるよ。ね。うるさいわね。燃やして。ねえ、若旦那、私は芸人なの。だから私と遊ぼうってんだったら遊んでもいいわよ。ねえ、面白く遊びましょうよ。先ほど失礼。この通りみんな連れてきましたか。お願いします。何もお構いできませんけど、どうぞ。地獄で仏だよ。ええ、ありがとう。もう大丈夫。まだ起きてたのか。寝なよ。体に毒だね。ええ。
目を踏み、坊やはとっても調子がいいんだってね。僕は昨夜一晩中寝ずに考えたの。ね、僕と結婚してくれないか。昔のあれがしたいんだよ。ご冗談でしょ。そんなことありした方がお得でしょ。もっと立派な金持ちのお嬢さんと結婚なったらどう。僕はあれからずっとお前にすまないすまないと思い続けてきたんだよ。そう、おじえんぽっちのお金で私を放り出した人がね。分かってるよ、もうそれやらないですよ。だから僕はその償いがしたいんだ。なんだか本当みたいね。私がこんな面白い女になってるもんだから、あんた新しい興味を持ち出したんじゃない。そんなバカなこと言うもんじゃないよ。ねえおふみ、坊やのことも考えてみておくれ。おやおや、坊やを稼ぎまた私を引っ張ろうっていうのね。そんなこと人気だもんね。ねえ、もうそんなに苦しめないで、僕の気持ちも少しは差しとくれ。あんた勝手に苦しんでんじゃないの。お前の許してくれない気持ちもわかるけれど、どうしても結婚してくれないって言うなら、せめて坊やだけでも引き取らせてくれないか。嫌ですよ。坊やができるのはよく知っていながら、見向きもしないでいた人なんか、坊やにとっては父親でも何でもない人ですからね。ねえおふみ、よく考えておくれ。坊やお前のそばにいる方がいいか、僕が引き取った方がいいか。ねえ、坊やをお前と一緒にいたら一体どうなると思う。そうね、大きくなったらまた私のように漫才師にでもなるでしょうよ。それとも不良にでもなって、たびたび警察のご厄介になるか、坊やがどうなろうと太いでしょうだ。ケンさん、本当にあんた坊やを育てていこうと思ってんの。ああ、本当だと思う。そう、じゃあよく聞いてちょうだい。私あんたのことは何とも思っちゃいないのよ。だけど坊やのことを考えると。おふみ、違うわよ。行きたいけどダメなの。なぜ、どうしてさ。私には惚れた男があんの。ヨスさんってね、一座で一緒に漫才をやってる人。ぐれたものはぐれた同士、苦労した者だけが知ってる情けがあんのよ。私はそれが欲しいの。あんたみたいなお坊ちゃんにはとてもわからないことさ。雨漏りの鶴楽屋で衣装を引っ掛けて寝て、大事な坊やに風邪をひかしたり、お菓子一つ満足に買ってやれないようなあんな一座でいるよりは、そりゃあんたのとこ行った方がずっと幸せだってことは私だってよく知ってるわ。でももうダメよ。ねえケンさん、分かってくれた。分かったらさ、もう行ってちょうだ。行ってちょうだってば。おい、ちょっと顔貸せよ。なんです、まあいいから、なんかよ。なんで、なんだってね、今になって。こうやったっていいやん。いいから、すごいですよ。しばらく、なんか、何もないよ。何だよ、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 何だよ
存在苦しめられたこいつに光一つできねえだろう。こんな人私は問題にしちゃいないよ。大きな口を聞くなよ。偉そうなこと言ったってめえこいつに惚れてんだろ。嫌なこと言ってもらいたくないね。こいつなきゃ取るもんだけ取ったらどうだ。おめえが嫌なら俺が取ってやろうか。私はこんな人からビタしてももらう気はないよ。変に気を忘れんでおくれよ。せな。おい兄さん、こいつを根を買ってもらいたいばっかりに今日も指一本触れずに来たんだ。こいつは生優しい芸当じゃできねえぞ。おい、買ってくれんのか、買ってくれんのか。よっしゃ、危ないじゃないか。ついてくれんの、引っ込んでるかもしれない。おじさん、おい、なんだよ。なさいなんですよ。おじさんなわけね。来たらどうだよ、記憶出せなわけね。どうにか見せたい。どうだよ。よし、何とかにするんだ。ええ、やめなんか出るわけじゃねえ。よっしゃ、おじさん、よし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 よどうだ？よっしゃ！どうしても許さないのか？おい！よっしゃ！早く来てくださいよ、この野郎。早く来てよ、ちょっと。早く警察に電話入ってください。おい！よし、手紙にしろ。あんまり世話やかけんまえ。手紙をもらい下げるのにどれだけ骨を折ったか。この年をして警察で米つきばったのように頭を下げるなんだ、あんまりいい図じゃねえぞ。なんて真似しやがんだ。そうかい、そら大きにすまなかったな。気の毒は余計に書いたようなもんだよ。野郎、人をバカにしやがって。長い間おとなしかったからもうすっかり仕事が治ったろうと思っていたのに、また地金を出して警察の厄介などなりやがって。これに凝って条件を改めなきゃ俺はもう面倒見てやらねえぞ。そう思ってるんだろう。そこは凡人の頭下だ。もう親方の頭の悪さだよ。何だと？親方は少しこれだな。はっきりしやがれ。おい、早くしろよ。はい。待ちましょう。俺はね、親方、おふみはあのろくでなし野郎にくれてやろうと思ってわざとあんなタンコロ芝居打ったんだよ。分かったかい？そう、つきやがれ。あの甘それに釣り込まれやがって怒って俺を警察に突き出しやがった。それがこっちの思うってことだ。君、そんな綺麗な口を聞きやがるけど、おふみに首ったけじゃなかったのか。ごまかすね。ってことは言うね。何も俺は許してくれ。何も俺は。あの子、俺みたいなヤクザもんにしたことはなかったんだ。親のねえガキなんて、てげえ俺みたいなヨタもんにでもなるのがおっちゃからさ。ろくでなし野郎でも金は腐ることあるしさ。そばへ置いとけばきっと幸せになると思ったからよ。嫌にまともな人間らしい口を聞きやがって。ほら、坊や、面白いだろう。ねえ、だるまさんの胸の一つあった。ねえ。あ、じゃあですな、おっちゃん。さあ、こっちも書こう。うまいねえ、坊やを。ジュー、ジュー、ジューっと。ねえ。ねえ、あ、じゃあじゃあ。ねえ、坊や、このだるまちゃんのお目目を得たのはね、坊やとお母ちゃんがお家へ帰ってきたからだよ。ね、ほら、だるまちゃん、ほら、だるまちゃんだって大喜びだ。ボンジョー、ボンジョー、ボンジョー。ねえ、坊やの家はとっても大きくて立派でしょ。ほら、そこにあるタンスも、それからそこにある大きな金庫も、そこにある立派なお蔵も、みんな坊やのものよ。ね、坊や、嬉しいだろ。捨てた子供でもやっぱり可愛い。もう嫌味はよしとくれよ。うん、坊や、うん、眠いの坊や。え、うん、眠いの。うん、じゃないんでしょうか。また昔のことを思い出してるね。もういいじゃないか、こうやって親子さんに幸せに暮らせるようになったんだから。違うわ、私ヨッサンのこと考えてたの。あんたは何にも知らないでしょ。ヨッサンがあんなにまでして
私に嫌がらせをした気持ちを。じゃあ、お前には。ええ、私はちゃんと分かってたの。坊やを幸せにしてやりたいばっかりに、私に愛想をつかさせようとしてあんなことしたのよ。私が帰ってきたのは、あんたの気持ちにほらされたわけじゃないわ。あんなにまで私たちのことを考えてくれるのかと思うと、私はヨシさんの情けが嬉しくって。お父さん、いらっしゃい。ちょうどいいところへ来てくださった。こちらから出ていかなと思ったんですよ。いらっしゃいまし。ほん、早くこちらへ出て。本当によく来てくださいました。寒いのによく。松本の方じゃ、お母さんお金ありませんか。どこの子だよ。何ですね、お父さん。これですよ、健太郎って言うんです。おふみが僕の名前を取って付けたんですよ。いい子でしょ。おふみもこれだけの宿屋のおかみになるんだから、しっかりやらなきゃいけないって一生懸命なんですよ。ね、おふみ、さっきもそう言ってたんだね。とうとうおじいさんになりましたね。坊や、坊やのおじいちゃまがお見えになってんだよ。え、大きくしてごらん。ケン、誰にとってあってそんな勝手な真似をするんだ。え、店を任せたからってそう気ままな真似は許してねえわけだ。世間が店のものに呈して恥ずかしくてわしは合わせる顔はねえ。デイジー、店の信用ということを考えてみろ。そりゃ、無論考えましたけれど、しかし、子供まであるんですから。おふみ、おめえさんも、それくらいのことは分かってるはずだ。ね。それを承知で入り込んできたのは、何か魂胆があってだろう。え、それに違いねえ。そうだろう。違いますよ、お父さん。僕が子供のために、無理に頼んでおる。このうちはな、わしが生きてるうちはそういう頭のやつには継がせねえんだから。しかし、これは確かに僕の子なんですから。誰の子だか分かる。とんでもねえやった。教会にな、てめえにここのうちは任しておけねえ。さ、金庫の鍵を出せ。今日からわしは警視してここのうちをやるだ。
ケンさん、帰ってきてくれと言ったのはあんたじゃないの。びっくりね。あんたみたいな父親やそんな分からず屋のおじいさんのそばに私の大事な坊やを置いとけないわ。こんなとこにいたらどんなことされるか分かりゃしない。ついて疲れて愛を出る。あ、そうだ。どんどん目が立ったな。